フレテレスコ風ファサードサラマンカ大学は、マドリードの西北西に位置する都市サラマンカにある、大学。現存するスペイン最古の大学であり、オックスブリッジ、パリ大学、モンペリエ大学、トゥールーズ大学、ボローニャ大学などと共に12から13世紀頃に、ヨーロッパで設立された中世大学の一つでもある。知識を欲する者は、サラマンカへ行けと言わしめた。2004年現在、 学生数約3万2000の総合大学である。1218年に、レオン王国のアルフォンソ旧姓によって設立された。三加鉄を含んだ石像の建物は、おびただしい装飾が施され、セルバンテスやイサベル1世、フェルナンド2世の肖像のレリーフがあるほか、それを見たものは、学業成就すると言われる河津の乗ったサレ神戸の、レリーフもある。13世紀中に、バチカンから、 ステディウム・ゲネラーレの認定を受けている。愛好会時代には、天文学などに基づいた公開計画が綿密に練られた場所となった。宗教改革後は、スペインにおける学術の中心であるとともに、ヨーロッパにおけるカトリック神学の中心となり、16世紀には、大学内のサンエステバン神学院を拠点にして、ドミニコ会を中心とする学派、17世紀から18世紀には、 サイエリアス神学院を拠点に、カルメル海を中心とする学派が、神学、哲学、法学の研究を進め、サラマン科学派と称された。1415年から18年にわたって建築した、講義堂、エスクレラス・マヨーレスがある。1988年に、サラマン科の旧市街の構成の一つで、ユネスコの世界遺産に登録される。 サラマンカ大学の図書館外国人がスペイン語を勉強するためのクロソス・インテナス・ヨナレスというコースがあり、ヨーロッパを中心に多くの国から学生が集まっている。そこでは、スペイン語の他に文化、歴史、経済を学ぶことができ、7月と8月には日本語翻訳の授業も行われている。サラマンカ大学校内にある非文本学で学び、1603年に来日し、 徳川家康に越見、日本でのキリスト教の布教に従事したルシス・ソテロは、慶長権王施設団の聖師として、ヨーロッパに渡り、ローマ教皇パウルス五世に越見して、日本での宣教の援助を求めが目的を達せず、1624年に大村で家計により殉教。1867年にピウス九世により、劣服された。学内には、1985年に、 当時の皇太子夫妻が訪れたことを記念する、ラテン語の碑文がある。碑文には、エイキヒベムエティミシャカムインペリーヤパナサイ、スリニシモスプリンシーペスベナバーシタズラタリスピット28フェブラバーイ MCMLXXXV とある。ありがとうございます。